はい、皆さんこんばんは。木曜夜9時になりました。声優ジャックポットへようこそ。当カジノのディーラーの菊池武です。よろしくお願いいたします。そしてはい、常連客時々オーナーかもの早見翔です。そこもう濁していく感じなんですね。もうかもって言ってね。いやありますよね、常連客って言っといて。そうそう、実はって裏でね。そう、暗躍暗躍はしませんけどね。もう今日なんかねいいことありそうな気がする。あ、本当ですか、うん、じゃあもうねだんだん寒くなってきましたけど、懐はあったかくと。懐はそこそこあったかな。いや、まあ、そこで寒いって言われてしまうとちょっと。そうだよね。いやいや、まあそんな感じで今日はね楽しんでいきましょう、はい、よろしくお願いいたします。ということで始まりました声優ジャックポット。この番組は第1第3木曜日、夜9時から1時間ですね、ボイスラウンジチャンネルからお送りするカジノスタイルのトーク番組でございます、うん、はい、これから1時間豪華ゲストを招待して、僕たち2人と一緒にいろんなゲームを行いながらトークを繰り広げていきます。最後まで見たい方はぜひチャンネル会員登録にベッとお願いいたします。こちらからこすってます、ね、会員登録することができるのでよろしくお願いします。お願いいたします。かつお節削ってます。あの角っこらへんですかね、あのちょうどいいところですね。カナで削ってます。はい、そしてねもちろん視聴者の皆さんのコメントも、ね、読んでいきますので、どしどしコメントをお願いいたします。まあ、今回はですね、収録となっておりますので、うん、今後ねあの声優ジャックポットやっていく中でコメントをくださるとありがたいなと、はい、そしてねあの収録のやつは後で僕たち見てますんで、うん、はい、よろしくお願いいたします。はい、ツイッターでのねハッシュタグも声優ジャックポットでお願いいたします、うん、はい、それでは間もなく今夜のゲストがご来店いたします。はい、ということで皆様少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。それでは本日のゲストさんを紹介いたしましょう。川西健吾さんです。どうも、川西健吾です。よろしくお願いします。お願いします。ようこそ。楽しみにしてきましたよ。本当ですか。いや僕たちのこの番組の、いや、SNS で、はい、ちょ拝見しておりまして、はい、こんないいんですか、お金をかけてと思って。いやね、一応カジノだから。そう。で、まあまあ、ただちょっとね、お金は、見栄え的に。なるほど。粉チップもありまして。あ、まあまあ、ただ、別の掛け事をちょっとしていただいて。なるほど、はい、ありますんで、そちらね、やっていただけたらなと思うんですけど、よろしくお願いいたします。うん、はい、そうですね、今回、川西さん、交えてってことなんですけれども、うん、はい、ハイムさんと川西さん、うん、まあ、もちろんね共演されてることはあると思うんですけど、うん、はい、例えばプライベートでの関わりとかプライベートはねそんなないけれども、うん、ただなんていうのかな、安心する、後輩。ああ、なるほど。印象としては。安全後輩。安全後輩。逆になんか危険な後輩がいるみたいな感じです。危険な後輩いますよ。いますか。もううちにいますよ、一人。誰だろうな。なんとか山っていう。ああ、まあ、いろんな意味で危険ですね、川西くんはね、本当ね、なんかホッとするの。一緒のやっぱり関西出身だし。うん、あ、そっか。そう。割とね、レギュラーも一緒になるし。うん、川西さんから逆に早見さんの印象なんか。そうですね、やっぱりその最初初めましての時はやっぱ緊張したんですけど、こう回を重ねていくごとにその出だしからもうバリバリ全開でしたけど、こうダジャレも交えて、いろいろトークも面白いし、でなんかすごく最初はやっぱりちょっとなんだろう、怖い人なのかなと思って。緊張しますよね。緊張して、でもいやいや面白い人だと思って。いや、そうですよ、これはもうドンと言って全然大丈夫な方だ、本当に。でも今日はね、ダジャレはなしと。ないですけど。ないんですね、うん、もう言わないってさっき言ってました。すぐ出そう。うわ、気になるな。だから僕らはね、もうでいつ来るか分かんないところをずっと耳なるほど言うか言わないかにかける。かけます。言っちゃうか言っちゃわないか、どっちかけます。大先輩でかけごとするって言わない言わない言わない
で僕はもう言うにかけて、まあ、そうなったらもう僕は信じて言わないで、言わないで、はい、よろしくお願いします、はい、ということでですね、今回まずやっていきたいものがあるんですけれども、はい、今回はこちらからですね、今日の運勢はどんな感じ、ルーレット占いということで、はい、よろしくお願いいたします。あ、まあ、もう本当に簡単な占いなんですけれども、はい、我々3人が今回どんな立ち回りで番組に参加すればいいのかを、教えてくれるちょっとした運勢占いゲームです、うん、まあ、いわゆるあの不買運動ってやつ、あ、まあ、占い、ね、さてさてどうぞ、早速負けたってことでいいんですかいきなり負けちゃいましたけども、はい、ルーレット回して、玉が入ったポケットの番号に応じて占い結果が用意されてますよ、はい、ということでございます。では早速ね占っていきたいなと思うんですけれども、監視君の運勢から ね、 そうですね、はい、ゲストですので、はい、はい、では、僕ら、あ、監視くんは先にも多分赤の23、赤の23と18、川西4は、あ、10、あ、クリア、西がありますよ、あ、川西だ、取られた、剣5ってのあるけど取られた、じゃあもうこんもう絨毯爆撃ですよそれ全部埋まってくるやつ、それ、ね、嫌われるやつだよディーラーに早く早くもうこの辺でいいですか、ここにします、わかりましたまあね、まあ、ディーラーはかけるのちょっとありなんで、はい、じゃあこの、はい、ね、はい、感じでやっていきたいと思います。それでは僕がルーレット回していくんですけれども、はい、球を投げ入れるタイミングをシュートと言って、はい、合図いただければ投げます、わかりました、はい、よろしくお願いいたします、はい、それではいきます、回ります、シュート、だんだん慣れてきました、うまくなった、本当ですか、へえ、最初なかなかうまくいかなくて、相当練習してるからね、指紋がないぐらいですか、あ、ま、あ、はい、おお、あ、あ、入らない、もう調子悪いと入らないんだよ、どうだどうだ、ちょっと待ってよ、入るよ入るよ、いけるいけるいける、まだ入るよ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 、はい、入るよ入った入った、31、あ、お、やだー、いやー、これは幸先いい、かけてるところが多いけどさあ31は31はマジで、それでは、川西さんの、はい、占いの運勢、こちら、はい、読み上げさせていただきます、はい、いきます、ギャンブルはやめた方が良さそう当たってんのに、当たってんのに、当たってんのに、ちょっとジャックポット来てる、そう、ここに来た意味、ね、この後やるゲームもちょっとした賭け事なんで、まあ、まあまあ、もしかしたらちょっとまずいかもしれないですね、いやー、賭け事か、ダメか、じゃあ次はハイミさん行ってみますか、はい、どうします、賭けときます、賭けますよ、もう塩しょ、いや、まあ4、はい、と、お、お、22、うん、じゃあ僕はもうそんなね、ギャンブルやるなっつったらやるしかないもう黒の31でしょ、さっき、さっき出ましたね、じゃあ次赤でしょ、赤、赤の21、オールイン、オールイン、すごいなまあこれ当てたらね、当てたらもう運、うん、とか関係ないですよ、もうやばい、じゃあやってみますか、はい、はい、じゃあ早見さんにシュートお願いいたします、はい、あきつー、あ、やばい、俺ちょっとこの後の運勢占いちょっと怖くなってきたよしいきます、よっ、はい、シュッ、ね、ちょっと力が入って玉でね、入れるポケットを選べるって言いますからね、リーダーは、そこまで無駄に回るんだったら、これ発電する装置をつけるかな僕が回すたんびに何かが集まる、お、18、あ、惜しい、いや、でも今日いい線いってますよ、いい、ね、くそー、これはじゃあ、かやみさんの、はい、今日の運勢でございます、はい、いきます、うん、安請け合いは禁物と、うわ、これちょっと気をつけよう、いや僕ね、安請け合いしてるつもりはないんですよ、あ、そうなんですか、でもなるべくなんかそういう皆さんに言われると、そうだねってやっぱり、なるほど、答えようと思う、あ、
昔からそうなの。あ、じゃあもうあのね、今日はあの先ほど言ったようにあのダジャレはなしということでお願いしてもいいですか。オッケーオッケー。やすげえしてる。ありがとうございます。さあじゃあ聞くしてみてください。一応ね、僕もちょっとやらせていただきたいと思います。もうぜひ皆さんに、僕は菊池たけるないですよ。僕は数字当てはめらんないですよ。なかなか。たける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 いや、たけるたける36。まあでもじゃあ僕も一応書きとこうかな。ディーラー本当はかけられないんですけど、うん、まあ誕生日が1月15日なんで15に書きときますね。オールインということで。それではやらせていただきたいと思います。いきます。ほっ、自分で言う。シュッ。いやいや、まあでもディーラーですから、まあ出ますよ、中古任せてくださいって。これでも何度かやってますからね。どうだ。おお、14。惜しい。これ何これ。あれ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 、ちょっと遠いですね。割ったらなんか割ったら18やつ。全然ない。さあどうですか、運勢は。今日の僕の運勢こちらになっております。謙虚さが月を呼び込みそう。なるほど。おこれちょっといいんじゃないですか。控えめに行った方がいいかもしれないです、ね、いや謙虚ですよ。謙虚。あ、そうですか、うん、じゃあちょっといつもの感じで。いつもの感じで。いや逆にやりづれまあ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 、はい、といったところで、今日のね3人の運勢はこうなっておりますよ、はい、といったところでございます。それではね、続いてはお便りが来ておりますので、うん、こちらちょっと1つ読ませていただきたいなと思います、うん、います。こちらハンドルネーム秋野様からいただきました。ありがとうございます。声優ジャックポット店内の皆様こんばんは。こんばんは、はい、確かに店内です、はい。私この番組が大好きです、うん。皆さんのお話がたっぷり聞けるからと、うん、特にお仕事のオーディションや褒められて嬉しかったこと、ターニングポイントのお話には、共感することも多くて、皆さんもお仕事している一人の人間なんだなと感じられてなんだか嬉しいです、うん、私も自分のお仕事の素敵なプロになりたいなって思います、メールを呼びかける優しいご意見だけ待ってますにも大いに同意しつつ今日も開店を心待ちにしています、はい、いい夜でありますようにといったところでございます。秋野様ありがとうございます。そうですね、優しいご意見、ね、大事ですよ。あの耳に痛いのってね、うん、程があるんだよね、うん、もう程よくね、すごくあの上手にその、うん、叱ってくれたらいいんだけど、いや、僕たちのことを思ってくれてるのは分かるんだけど、うん、ちょっとへこむ。あのね、無知はあんまりいらない、ね、うん、飴だけ欲しい。飴の中にちょっとだけなんかわさびが効いてたら、うん、それはそれでいけるんだけど、うん、まあ、あのカジノやるっつってんのに飴だけもうコストかけてるのに飴だけくれって。そうなの、褒美が欲しいんです、はい、僕たちは、はい、そうということでね、はい、あのぜひぜひあの本当に優しいご意見というか優しい感想を今後もよろしくお願いいたします、はい、といったところで、そろそろね最初のゲームに行ってみたいと思います、はい、最初のゲームは目指せ21ブラックジャックトーク。はい、このゲームはですねゲストさんの人となりを掘り下げることができる様々なトークテーマが書かれた14枚のカードの中から好きなカードを1枚ずつ選んでいただき、その内容についてトークしてもらいます、うん、はい、こちらでございます。あ、そうですね、ありがとうございます。ですねカードの裏にはですね、このようにおいしょ、エース、ごめんなさい、失礼しますね、はい、こうやってエースからキングまで数字か絵柄が書かれていますので、うん、選んだカードの合計をちょうど21にできればゲストさんの勝利となり、まあ、カニさんの勝利となり、うん、ご褒美を差し上げます。なるほど、はい、さらにというかただしですね、うん、この14枚のカードの中には1枚だけジョーカーも紛れ込んでいます。ジョーカーカードですね、うん、もしジョーカーを引いてしまった場合は、ちょっとした罰ゲームがありますのでお気をつけください。なんだろう、はい、まあでもジョーカー引かなければ大丈夫です、ね、確かにね、はい、14分の1ですから。でも引いてしまったとしても、はい、絵的にはそれだけ高いのでまあまあ取れ高はありますね、まあ、確かにそうですよね、うん、そうですよ、いけますよ、まあまあまあ、いや、はい、ちなみにですねルールとして、はい、ジャック、クイーン、キングの絵柄カードは全て10としてカウントし、うん、エースのカード、先ほどのカードですね1か11のどちらでもカウントできますので、なるほど、はい、
まあ、好きなようにということでございます、はい、それではちょっと、並べさせていただきます。はい、よっ、まあまあいろいろあるんですけれども、今までジャックポットは1回だけですかね。そうね、大阪くんが21を出してるんですね。すごい、ちょっとぜひとも出していただきたいな。もういけるよ、はい、ということでこのようになっております。難しい、はい、もうまあ基本的にはもう本当に好きなように、はい、まあ、最初ですしね、うん、なんかこういうの話してみたいなとか。ありました。はい、あーなるほどな、はい、これにします。はい、このあこちらですね、これにします。はい、こちら、もしも映画の主役になれるとしたらどのジャンルに出演したいかということでございます、うん、はい、はい、じゃあもう早速ね、カニさん、はい、あります。そうですね、僕最近マーベルをうん、こう見るようになりまして、はいはい、勧められて見るようになったんですけど、いろいろあるじゃないですか、そのアイアンマンだったりスパイダーマンだったり、うん、っていうのをすっ飛ばして僕はあのアベンジャーズだけ見たんですよ、はい、なので、うん、その合間の話が分かんないから、うん、それも今ちょこちょこ見てるんですけど、うん、今若干その新しいアベンジャーズというかマーベルのこう風が吹いてるので、うん、なんかそういった新しい作品の、うん、ジャンルで、そうですね、戦わないアベンジャーズの話をしてるのに戦わないヒーロー。どうするの、じゃあどうやって解決するの、話し合い、話し合いでかカジノでかギャンブルで、まあまあまあ、そうですね、いやでもかっこいいですよね。いいですね、じゃあルーレットで決めようみたいな。いいですねいいじゃないですか。っていうヒーローがいてもいいかなと、ね、闇のゲームが始まりそうですけどまた別の作品出てきちゃうから。そうですね。これこの間もう一回も出てましたっけね。ハイメさんどうでしたっけ。僕は言わなかった、うん、誰だろうな、誰かがなんか話を、まあ、実際どうですか、こういうジャンルとして。もうね、何でもいいんですけれども、うん、モテる役、モテる役、もう動物とかが全部寄ってきて、もうベロベロ舐められて、はい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 ってこうご飯、ムツゴロウじゃないですか。よし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 って。いやでもね、何ハートフルな、ね。そうそう、海を泳いでたらもう、イルカとかクジラがみんな横を泳いで、はいはい、いやあ大変さんって言ってくれるみたいな。喋っちゃった。いやでも動物いいですね。いいですね。いや僕もあの動物もの弱いんですよね。あの昔あの小狐ヘレンってあったじゃないですか。なんだろう、目の見えない狐のお話だったんですが、あれでボロボロ涙流して、でもそういうの、まあ、主役っていうとちょっとかわいそうな感じはするんですけど、なんかそういうのに出演できたら面白そうだなって。小狐役、うん、じゃあもう声当てますね小狐と触れ合いつつ、いやだって仕事でなんかね演じてるけど動物と触れ合えるってなかなかいいじゃないですか。だからそんなのあっても面白いんじゃないかなって思います。はい、じゃあ何番でしょう、何番なのかということでございます。いやでもいい数字ですよ。いい、はい、ではこちらのカードはドン、クイーン。いやいいですね、F だ。10ですよ、いやいいですね、いいじゃないですか。もしこれで次、うん、エース引いたらもうそれでジャックやばー、これはちょっとぜひとも言ってほしいですね。確率的にもすごいもんな、うん、へー、いけます、いけます。13分の1、さっきの運勢なんか気にせずバシッと決めてくださいよ、うん、これですか誰に聞いてるのこれかな そうだな、ちょっとどうしようかな、あー、うん、いや結構ジャンルもたくさんありますからね。なんか不死の声優じゃなくてやってみましょう、うん、先輩の仕事関係者から言われて嬉しかったってこと、こんなに多いみたいな、うん、正直死ぬかと思った。あー、これします、これ、はい、それでは、うん、こちら、子供の時に欠かさず見ていたアニメや漫画と、うん、はい、ということでご
ございます。これを選んだということはやっぱあるってことですよね、はい、ありますね、うん、やっぱり子供の頃僕の地域は、毎週金曜日の夕方4時か5時ぐらいからなんかアニメがこうドドドドッと、それこそ戦隊ものもいろいろやったりとかあったんですけど、サンライズさんの、まあ、勇者シリーズが僕は大好きで、うん、それこそも早見さんも出てらっしゃいますし、だからその勇者シリーズを僕はもう一番最初のエクスカイザーっていう作品があったんですけども、そこからずっと見ていて、でそのちょっと放送局が曜日が変わってしまって、うん、そこからなんかちょっとなかなか見る習慣っていうのが減っちゃってはいるんですけど、後からまた見直したりとかしてるんですけど、やっぱりその勇者シリーズ、うん、今復活させてほしいなっていう、まあ、最近は割とねなんか昔のアニメをまたリメイクみたいなのも多いですからね、だから子供のためのアニメーションが少ないんですよね、まあ、そうですね、確かに大人向けというか、ういやでもやっぱりねアニメと共に育ってきたと言ったらそうですからね、はい、実は早見さんとかってアニメってなんか子供の時にっていうとどうなんですか。僕ですか。僕は日本の最初のテレビアニメ、はい、鉄のアトムを欠かさず見てましたよ。そこからかアトムか。アトムの時の CM で、チョコレートのコマーシャルやってたの、ハイクラウンですね、はいはい、森永ハイクラウン、このチョコを食べたくて食べたくて、子供の頃高かったんですよ、結構したんですね、こうシガレット、はい、ケースみたいな感じで、こう棒チョコ、はい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 、結構高級なチョコ、じゃあもうなんだろう、アトムを見たいとかじゃない、ハイクラウンを食べたい、それをアトムの時に大体 CM やってるんですよ、そうなんです、やってた、多分提供かな、そう提供です、菊池君は子供の頃か、いや僕小さい頃ってあんまりアニメ見てなくて、それこそ僕ちゃんとアニメを見出したのって多分中学とかで、それこそもう僕中学2年生ぐらいから、うん、声優目指し始めたんですけど、声優目指そうって思うまでずっと勉強ばっかだったんですよ。うわ、もうなんかできる子だったね。まあなんか言われたわけじゃないんですけど、やることないからとりあえず勉強して塾か、真剣ゼミとかそういうので、あもうやりましたし、うん、塾も通いましたし、まあ、ゼミはちょろっとしか続かなかったかな、だからもう本当にあれですよ、授業中に良くない生徒ですよ、授業を聞きながらもう次の授業のところずっとやってるようなタイプだった。でそれ注意されて怒られるみたいな、じゃあ何通信簿どんなんだったの。でもまあ大体オール4以上は確実に取ってはいましたね、当時は。でもやっぱそこから声優目指し始めて、うん、アニメってこんな楽しいものがあるんだってなった時に、うんうん、うわ、俺今までの人生何してたんだろう。いや役に立ってるよ。いいと思うけど。なんか娯楽ってものを知ってはいましたけど、こんな楽しいものがあるのにもう勉強なんかしてらんねえよとか思いながら、それでアニメ見始めたりとかして、まあそれでまあよく言わせてもらって、なんか最初に見たのがクラなどっていう作品で、中村祐一さんを知って、あ、ちょっと頑張って目指してみようかなっていうのがきっかけになったのはそうでしたね。うん、まあ、もちろんなんかちっちゃい頃多分アンパンマンとかね、でもあれも見てたでしょ、見てたと思うんですけど、渡る世間は鬼ばっかり。それあれですか、僕がとある方の声に似てるとかそういうことですか。ちょっとやってみようよ。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。もうさあ、そんなことで、この数字を見ましょうね、はいはい、よし、エース来るかな、こちらこうなっております、ドドン、お9 19です。ということはあと2です。もうステイしたいんですけど。もう2しかないです。もう2しかない、1取ってももう1ないです。いけるいける、これはもうぜひとも、2ですよ。2っぽいの選んでください。2っぽいの。2っぽいの、上のウグイスさんに日暮里。ここここですか。さあどれでしょう。これにしましょう。日暮里。日暮里。じゃあこちらですね、はい、最近買ったもので一番高価なもの、もしくは買ってよかったものは何、はい、
これは聞きたい、お二人に。そうですね、うん、僕最近服を買いまして、まあ革ジャンとか好きで買うんですけど、うん、まあ、それよりも高いのも1本買いまして、革パンを買いまして。ほう、革パン、うん、はい、羊革のすごい柔らかいやつで、うん、お値段がですね、大丈夫ですよ、収録の22万。うわ、すごい、ちょっとした車ですね。そうっすよね、まあ、買えますよね、まあ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 、まあ、で買いまして、ただちょっと裾の長さとかがちょっと長すぎたりとか、はい、あとウエストも買ったのの一つ下があったんですけど、うん、もういろんな店舗探しても北海道に1個しかなくて、しかもそれも予約が入ってるってことで、実質もうその店にある一つ上のサイズがもう全店舗で最後っていうことで、それ買って、で履いてみて、まあ、ちょっとウエストは余ってはいるんですけど、まあ、なんかだろう、お尻周りとかはまあちゃんとしっくりきたので、うん、それをまあお直しして履こうかなってところで、でお直し屋さんに持ってきますと、はい、またこれも高く、おお、いいものですから。いや、まあちょっと革なんで糸全部取ってやったりとかっていうので、5万ぐらい。27かかるっていう。いやでもこれ絶対飽きたいぞっていうので。いやもうそこまでかけて、今ちょっとお直しに出してるところなんですよね。なるほど、いいな、はい、ちょっとこの後先に言っとかないと俺怖いんで、最近買ったもので一番高かったのはPC パーツで6万ぐらいしました。それも立派だ。高い高いよ。じゃあ早見さん、ねえ、さっき何買ったんだろう。いや僕に聞かれても分かんないですね。高いかどうかあれですけど、ソーダストリームってあるんですけど、あれ最初は割と普通の形を買ってて、はいはい、これは強炭酸とか作るの大変で、うん、今度ちょっとそれの上位機種を買った、うん、そしたらもうね、弱、中、強とボタン一つでもうピュ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 、いいですね。それこそだって お酒とか、ね、そうですね、だから僕朝起きて、はい、炭酸飲むんですよ。へー、結構なんかいいんですよ、体に。なんかね、あれって確か二酸化炭素を一時的に取り込むことによって、うんうん、体が酸素を求めるからよりと入るようになって、で健康なんか元気になるみたいな、うん、らしいですね。だからあんまり取り込むとだって酸化しちゃう、まあまあ、酸欠しちゃうんでまあでも程よく取るのはいいっていうんですよね。だからなんか顔洗ったりするのもいいっていうね。あ、確かにそうですね、うんうん、だ最近だからメイクさんとか炭酸のミストとか買う、炭酸のミスト、炭酸ミストやるとなんかちょっと引き締まるみたいなとかあったりしますよね。乾電池も最近そうだね。乾電池、炭酸か。勝った勝った勝ったぞ。ちくしょー。さあそんなことで今素で乾電池って言ってたね。ごまかされてる。よし、はい、それではこちらのカードはドン残念超えてしまいました。大幅にあなた超えましたね。いや超えましたね。29です。いやもう無理。ということでですね、21を超えてしまったので、はい、残念ながらチャレンジ失敗と。まだ時間がある。他に話したいテーマを選ぶ。そうですね。感触なんかある他に。はい、なんでしょうね。はい、なんかあれば。ね、まあぜひともね、ジョーカー引いてもいいんですよ。うん、なんだろう、ジョーカー、逆に引きたいな。でもそろそろね、ジョーカー引いてほしいよね。そうですよね、なんだかんだみんな引かないんですよね。まあ確かにこれだけあったらな、これします。今までやったことがあるアルバイトの思い出、はい、こちらですね、今までやったことがあるアルバイトの思い出という、まあ、はい、じゃあとりあえずはトークをしていきたいなと思いますけれども、うん、どうですかアルバイトってやっぱ学生の頃ぐらいから、うん、アルバイトやってて、はい、で大阪にいる時もやってましたし、うん、でこっち出てきて30ぐらいまでアルバイトやってまして、うんうん、はい、で一番多分長くやったのはゲームセンターですかね。あ、ゲームセンター